秩父ミューズパークは埼玉県秩父市及び秩父郡小賀野町にまたがる地域にある埼玉県営及び秩父市営の公園である。総合保養地域整備法に基づき埼玉県秩父市及び西部グループによりリゾート施設が整備された。2006年社会経済情勢の変化により西部グループが開発から撤退し西部グループの土地及び施設を 地元の秩父市に無症状とした。2007年1月1日から秩父市の施設となり、この区域は秩父ミューズパークスポーツの森公園として整備、運営している。埼玉県が管理する区域についての管理、運営は指定管理者の秩父開発機構、西部造園グループが行っており、秩父市が管理する区域は二千十四年から富士急行の子会社である。 株式会社ピカが行っている。CM は地元局のテレダマとナックファイブで流れている。1992年から2004年まで西武鉄道各駅から西武秩父駅の往復割引乗車券とミューズパーク各施設割引が受けられる周遊券秩父ミューズパークスポーツの森エンジョイ切符が西武線の各駅で発売されていた。現在は 秩父万有切符に吸収、合併されたものの、ミューズパークでは使用できなくなった。旅立ちの丘旅立ちの丘は、全国各地の小中学校等で歌われている、卒業ソング、旅立ちの日ににちなんだもので、発祥の地である、埼玉県秩父地方を一望できる、ミューズパーク内にある。この旅立ちの丘のメインは、モニュメントである。この展望台の通路を進み、 先端のステージへ到達すると、旅立ちの日にが生まれた場所である、秩父市立影森中学校の生徒によるコーラスが流れる。また、モニュメントの手すりは五先譜にデザインされており、ここに奴隷や絵馬風、メッセージグッズを結び、願い事をすることができる。また、モニュメントの隣に、ミューズアローが2006年に完成した。このミューズアローは、 弓矢の形をした鐘になっており武功山の山頂を向いている。岩をかけるべく山に向かって矢を放つように鐘を鳴らすことができる。園内の展望台からは秩父市街地やその先に控える外秩父山地や武功山が一望できる。そのため、雲海発生時には秩父盆地一帯に雲海が広がる様子を観察できることから秩父市内の雲海撮影名所の一つとなっている。 展望台以外にも旅立ちの丘から雲海がよく見える。駐車場からすぐのところにあり、雲海と一緒に日の出も見える。ありがとうございます。